畑中社長がこの健康住宅さん社員さん50数名を率いてる中で、ご自身がその発揮するリーダーシップのですね、畑中社長が工夫されていることとか気をつけられていることっていうのはどういうことでしょうか。まあやっぱり一生懸命仕事するということですよね。一生懸命仕事する。で、やっぱりまあ経営者ですから、会社のトップなので、やっぱり会社で一番いいお給料をいただいてますし、やっぱり一番仕事せないかなと思いますね。はい。やっぱそれはもう信念として。まあ僕の父親がそういう人だったですからね。やっぱそれはもうそういう経営者でありたいなと思ってますね。もうとにかく一生懸命仕事するということですよね。サボらずに。社内で一番仕事をするのが社長であるべきだと。はい、もうそう思いますね。はい。あと座右の銘がありましたですね。それも優勝のもとに弱卒なしという言葉なんですけども、まあリーダーがしっかりしてればですね、そこについてくるまあ従業員というか部下というか、彼らももう黙っとってもしっかりしてくるよと。リーダーがしっかりしときゃみんな自然としっかりしてくるぞという中国のことわざですけどね。まずはリーダーがということなんですね。そう思いますね。やっぱ社員さんもそういうリーダーを求めていると思いますし、やっぱり自慢できる社長の下で仕事したいと思ってるんじゃないかなと思うんでですね。だからやっぱまだまだその自分に自信がない部分がもう山ほどあるので、それをやっぱ変えていきたいと思ってますね。そういう中でやはり伸びる社員さんをですね、育てていく、研修していく、それもある意味社長の経営者の役目だと思うんですが、御社はものすごく社員研修に力を入れてらっしゃると伺いました。具体的な話を聞かせていただいていいですか。ですね、まあ趣味みたいなもんなんですけども、勉強にはいろいろありますよね。職能教育って、あるいはモチベーションを高めるための。教育回しいろいろありますよね。なのでやはり今のなんていうか今の世の中っていうのはもう世の中成熟しているので、やっぱり楽しくないとですね、やっぱつまんないじゃないですか。だからやっぱ社員さんも自分を高めたいと思ってるんですよ、皆さん。僕ももちろんそうですし。でそういうやっぱしきちんと教育された人柄のいい人たちとお客様もお取引したいと思ってるはずですし、やっぱりうちの企業理念があるんですけどね、その言葉の中にグッドピープルグッドカンパニーっていうのがあるんですけども、みんなグッドピープルになろうと。でそのグッドピープルのいる会社はみんなグッドカンパニーなんじゃないかというようなことをですね。例えばうちですね、これはもう2年ぐらい続けてるんですけども、毎朝朝礼の前にですね、全社員で会社の周り掃除するんですよ。毎朝やるんですね。これうちの会社の中だけじゃなくて外もやるんですよね。で外もうまあ15分間だけですけどね、ただ50人でね15分間掃除すると大概掃除できるんですよ。バーッと周りもやるんですけどね。隣にうどん屋さんがあるでしょ。あとうちのこれだいぶ前の話ですけど、うちの営業マンがうどん屋さんでうどん食べてたと。そしたら頼んでないおでんが来たそうですね。でこれ頼んでないよって言ったら、いやもういつも掃除してくれるけんサービスだよって言ってサービスしてもらった。やっぱこれだと思うんですよね。やっぱなんかこうほわんとした気分になるし、なんかこう人間好きっていうか、やっぱそういうふうにそういう勉強会も行ってもらったりするんですよ。職能教育だけじゃなくて、そう自己啓発というか、そういうのもやっぱしお金にならないようだけども、やっぱそうやって社員さんがグッとこうね高まっていくことによって、やっぱりいろんな部分でお客さんにもいい影響を与えるし、我々もいい影響を与える、私たちも楽しいしですね。地域にもそうやっていい影響が出るんですね。もうそんなことばっかりやってますけどね。次の世代を担う人たちに向けてですね、ぜひ畑中社長からお言葉いただきたいなと思うんですが。でこれはですね、やっぱしあんまりこういうこと経営者が言ったらどうかなと思ったりするんですけど、やっぱりもう仕事が好きにならなさいということですよね。やっぱり仕事が好きにならないと、つまらないと思うんですよね。やっぱり社会人はですね、もう眠ってる時間を除いたらね、やっぱり7、8割ぐらい仕事してるんですよね。だからそのやっぱアフターファイブに命を燃やすのもまたそれはそれでまたね、いい人生なのかもしれないなと思ったりしてますけども、はいはい、ただやはりその7、8割の仕事が好きになったらですね、やっぱもう幸せですよね。もう我々もすごくこうね、その一生懸命仕事をして、もうその仕事が大好きになって、それから当然その我々も潤ってきますしね、はい、お客さんから喜ばれる、はい、すごくもういい感じ、やっぱ楽しいです。お客さんからお礼なんか言われてやっぱ楽しいし、はい、やっぱ一生懸命仕事して、で最終的にはやはり我々のお給料も上がってくるわけですから、でやっぱ家族に感謝されて、はい、もう悪いとこ何もないですよね。だからその仕事が好きにならないとやっぱダメだと思うんですよね。はい、朝もう女房なんかからもう「あんた何をそんな楽しいの?」って言われます。朝出かける時にはい、やっぱ本当なんかこう早く事務所に行きたいなみたいな感じですけどね。社員さんも多くの方そう思ってらっしゃるんでしょうね。あ、だといいですけどね。だけどやっぱし、はい、そういう人も増えてきたような気がしますね。やっぱりその一つの秘訣に一つのことをずっとコツコツやってきてるっていうのはやっぱあるんでしょうね。そうですね。はい、やっぱ結構同じことを一生懸命やるっていうのはやっぱ感動的じゃないですか。はい、凡事徹底というか、はい、やっぱそのやっぱ月並みですけどやっぱお客さんに喜んでもらうっていうことがやっぱ全てのスタートなんですよね。はい、最終的にはその顧客満足が我々、はい、を食わしてくれてるんだと、はい、私たちの家族を養ってくれてるんだと、はい、でね、うちの協力業者さん、ね、建築のいろんな業者さんがやっぱ入りますんで、はい、やっぱその業者さんも我々のその売り上げから分配を受けて生活してるわけでしょ。でその家族、はい、そういうものは全部入れるともうやっぱすごい人たちがやっぱ我々のこの年間の売り上げで生活してるわけですから、やっぱそういうことをやっぱりにこう思いを馳せるというか、はい、目の前だけ仕事ってほらもう苦しいことの方が圧倒的に多いじゃないですか。はいはい、それはもう楽しいことの方が少ないですよね、本当は現実的には。はいはい、だけどやっぱりそのたまにあるその喜びっていうか、そういうものがもうやっぱ倍増されるっていうかですね。はい、やっぱ一生懸命こうやってるとですね。はい、やはりこれは本当に昔から僕社員さんにいつも言ってたんですけども、行列のできる工務店というかですね、でそういうふうでやっぱり売り上げを求める企業じゃない方がいいと思うんですよね。はい、やっぱ売り上げを最大の目標にするとですね、やっぱりいろんなところで歪みが出てくるんですよね。だからあれやっぱ売り上げを増やすっていうのはもちろんその社員さんが増えてくるからやっぱポストがいる、ある程度の年齢になってきたらやっぱポスト上げたい、やっぱり売り上げ伸ばすしかないというふうな形だと思うんですけども、やっぱそうじゃなくてですね、そんなに無茶な売り上げを伸ばすよりはもうお客さんにはもうできればこう待っていただいてでもですね、そのなんていうかこうきちんとしたもう喜んでいただけるような組織をですね、にしていきたいなと。でただ、まあ、昔で言うのれん分けみたいなね、はい、やっぱり一人の経営者がですね、こう目届くのはもう本当年間100頭までもう精一杯ですよね。それ以上になるとやっぱり分からないですよね。はい、今でももう分かんなくなりかけてるみたいな。はい、やっぱもうそれ以上こう僕の実力はここぐらいまでだと思うんで。あとはのれん、おかげさまでですね、社員さんの中にももう優秀なすごいのが何人かやっぱり出てきてるんですよね。で、彼らになんかこうのれん分けみたいな形で、はい、フランチャイズとかじゃないんですよ。だからもうのれん分けっていうのはそこから利益をいただかないんですね。それはもう自分で頑張れというような形のなんかこう分身みたいなものができて、あるいはうちの会社はとてもこうホームページがちょっと評判なんで人気があるんでですね、でそのホームページだけはじゃあ共有しようかというようなね、そういうなんかこうやっていってもいいのかなっていうのを思ったりしてますけどね。はい、いやー、畑山社長、今日なんか大変いろいろ多岐にわたってお話を伺いました。本当、はい、とても本当なんか話を伺ってて温かくなる気持ちにさせていただきました。お久しぶりの時は本当にお時間いただきありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。